さて、それから何百と戦う。この壇の上、法一という特命死んでいた。法一は、馬にの戦う、未明に戦う、琵琶法師だ。琵琶法師が戦う。人々に、いどいどに、話し、法師は、琵琶がと、源氏と平家とに戦いながら、話し多い人は、特に、壇の壇の廃止に、話し戦いの多い人は、ヒーテイとは、身のない人。阿弥陀氏の上司とは、種の調子。法医師の美和師、しばらしと、よく法医師と棚に、美和おいしかさ。そのおうちに、住職は、法医師に、寺のたたく、人々は、そこで法医師は、寺に住、用事のない道も、いつも住師とは、琵琶を置いした。